田軍は謙信の策を破り川中島の激戦を制した。信玄は弟信繁の死を悼む間もなく次なる行動に移る。王道、天下万民が幸せに生き暮らせる世。信玄は天下にこの王道を敷くべく上洛を決意する。その手始めとして盟友今川との同盟を破棄、桶狭間で義元を失い混乱していた今川の駿河を攻める。この信玄の非道とも思える行為に対し、北条氏康は今川氏真を救うべく援軍を差し向けた。信玄の一連の行動には焦りの色が見えていた。その焦燥の裏にある思いを知る者は信行のみであった。武田の将、駿河侵攻。お仕事お仕事、頼りにしている。今川が弱ってきた途端、さっさと同盟解消、即合戦っていくらなんでも急すぎやしませんか？何かお考えがあるのだろう。私は親方様に従い切り込んでいくだけだ。お守りする忍びの苦労も考えてくださいって。相模の志士、北条氏康、上杉謙信とも肩を並べる名将だ。さて、どんな軍略が見られるやら。
このまま突き進む。侵略すること火のごとし、ひねりはないが力攻めもまた軍略か。寝返った将を使わない手はないよ。山頂の砦を開けてもらおうかね。そなたに及ぶものはないな。押してまいる。忍びの技、そなたに及ぶものはないな。
無理はするな。よかった、間に合ってる。退路は私が確保する。助かったのう。マロは低いゆえ、みんな達者でのう。敗北、敗北条件変更。氏真を逃さば戦は長引く。急ぎ参道の敵を討ち、氏真を追え。参道へ回れて、どうもおかしい。信玄公に来たから山が抜けちまってる。やりおる、見事よな。足元を救われたか。忍びの技、そなたに及ぶものはないな。我がこうにしてくれるわ。あっぱれ、我らも続け。開門。タイルを守るのが私の役目。氏真様、お早く。敵は拙者が食い止めまする。駿河は神さんの実家だ。信玄、俺の家族が世話になったようだな。勝利条件変更。見事ですね。見立て通りの活躍だ。今川はついえた。北条も叩いて上洛の後輩を固めるよ。調子に乗ってんじゃないわよ。戦
けだの大将、ぶっ飛ばしてやる。開門。天の子を見誤ったか。忍びの技、そなたに及ぶものはないな。あっぱれ。我らも続け。敵将討ち取ったり。救われたか。真田の戦、これに見よ。我の思考で遊ぶの飽きたか。せっかくさ、戦力を見誤ったか。これで忍びの動きも止まるはず。信玄の野郎、何焦ってやがる。忍びの技、そなたに及ぶものはないな。かなう相手ではなかったか。あれなものの不要の。うじやすの旦那、お命ちょうだい。あいにくてめえにくれてやれるもんはねえ。俺のすべては神さんに捧げてんでな。胃もたれしそうな攻撃。
では、信繁様を亡くされたために。ああ、信玄公は焦っておられるのだ。一刻も早く王道をなし、乱世を終わらせようと無理を覚悟で突き進んでおられる。弟の死を無駄にせぬために。親方様は兄上だからこそその心中を明かされたのでしょう。いや、そうではない。親方様は私に覚悟を促したのだ。だが私には親方様のように弟の死を乗り越え進むことはできない。頼む、知らないでくれ。雪村、花が散り残された幹はただただ寂しい。兄上。